今日は初めて心電図を勉強するよという方に向けてお話ししますね。皆さんこんにちは、看護師のしきです。心電図を勉強しようと思った時に、どこから勉強すればいいかわからないと思った方いませんか？そんな皆さんに向けて、この動画で心電図を勉強するのに必要な知識をお伝えします。この動画を見れば心電図の勉強が絶対にやりやすくなるので、ぜひ最後まで見てくださいね。本日は心臓の働き、刺激伝導系、心電図の波形の名称、正常な心電図という流れでお送りしますね。まず心電図を理解するには、心臓について理解することが大事です。皆さん、心臓って何をしているところだと思いますか？心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割をしているんです。血液は全身に栄養や酸素を届ける重要な役割をしています。心臓の大きさっていうのは、だいたい握り拳ぐらいと言われてますね。心臓はこのように1、2、3、4と4つの部屋に分かれていて、上が心房、下が心室と言います。このように図で心臓を見るときは、こっちが右、こっちが左となるので、ここが右の心房なので右心房、こっちが左の心房なので左心房、同じように右心室、左心室となります。この4つのお部屋は心臓の勉強をするときには必ず出てくる言葉なので、覚えておいてくださいね。心房と心室と最初に両方とも心がつくので、どっちだっけって最初はなりやすいです。私は心房の房は帽子の房とかけて覚えて、帽子をかぶるのは頭の上だから、心臓の上の方は心房というように覚えました。この心臓を主に構成している筋肉を心筋と言います。この心筋が心房に溜まった血液をギュッと収縮して心室に送り出し、心室に溜まった血液はまたギュッと収縮されることで全身に血液は送り出されます。心臓の動きが正常であれば、規則的なリズムでなんと1分間で約60から100回行われるんです。1分でですよ。すごいですよね。ではこの心臓、どうやって動くと思いますか？実は心臓を主に構成している心筋細胞群は、電気刺激によって興奮してエネルギーを出して心臓をギュッと収縮するんです。心室の場合、ギュッと収縮することで全身に血液が送り出されるわけですね。そしてこの収縮がタイミングよく一定のリズムで心房、心室という順に行われるためには、電気刺激は一方通行の決まった道を通るんです。その電気の通り道が刺激伝導系になります。皆さん聞いたことはありますか？看護師の国試にもよく出てくるほど大事なんです。なのでこの動画で一緒に刺激伝導系を覚えましょう。最初に、電気刺激はこの動結節というところから一定のリズムで発生します。心臓のリズムを作り出しているので、ペースメーカー的な役割をしています。そして動結節から発生した電気刺激は、房室結節、室側、右脚左脚、プルキンエ線維と伝わっていきます。この刺激伝導系はこれからよく出てくるので、一緒に覚えちゃいましょう。私が作った語呂合わせを公開しちゃいますね。洞窟の坊さん、ヒステリーで両足プルプル。イラストと一緒で覚えられそうな気がしませんか？もう一回、洞窟の坊さん、ヒステリーで両足プルプル。これで刺激伝導系はバッチシですね。心臓は心筋が電気刺激により興奮することで収縮するということが分かったところで、次にいよいよ心電図とは何かについてお話ししていきますね。心電図とは、心臓の電気的な活動を体の表面からリアルで記録した波形のことです。心臓の様子をリアルタイムでモニターに表示することができるので、
もし患者さんに異常があった場合、すぐに患者さんの元へ行って対応することができるんです。だから私たち看護師は心電図を読めるようにならないといけないんですね。入院している患者さんは様々な疾患を抱えています。その心電図の波形によって経過を観察するものもあれば、すぐにドクターコールをして緊急で対応しないといけない場合もあります。場合によっては1秒も争うぐらい急いで対応しなきゃいけない場合もあるんです。心電図を勉強することはとても大切なんですね。心電図の勉強で一番大事なのが正常な心電図を理解することです。正常が分かれば異常も分かります。なんかおかしいけど何がおかしいか分からないなっていう場合は、まず正常な心電図と比べてみるとおかしいと感じた部分が明らかになりますよ。正常な心電図はこちら。それぞれ P 波、Q 波、R 波、S 波、T 波と言います。この名称はこれからずっと使うので覚えておいてくださいね。なんで P 波、Q 波というのかというと、オランダのウィリアム・アイント・フォーヘンさんという生理学者が使っていたものが現在も使われているそうです。特に意味はないという噂があります。このアイント・フォーヘンさん、心電図法を発明した功績から1924年ノーベル生理学賞、医学賞を受賞しているんです。今では心電図は当たり前のように使ってますが、体に電極を貼るだけで心臓の動きがわかるってすごいですよね。この P 波、Q 波、それぞれ意味があります。 P 波は心房の興奮、 QRS 波は心室の興奮、 T 波は心室の回復です。興奮しっぱなしだと疲れてしまうので、ここで一度回復するイメージですね。それでは P 波の回復は、実は P 波の回復は QRS 波の中に隠れちゃってます。この P 波から T 波まで結んだ線を気線と言います。名称を紹介したので、正常な心電図を見分ける簡単なポイントをお話しますね。まず一番大事なのが P 波、QRS 波、T 波があること。波形によっては P 波がないことはあります。P 波がないということは正常な心電図ではないということで、異常な心電図、つまり何らかの不整脈が生じていることがわかります。次に R と次の R の間隔が一定であること。 R 波は大きいので見やすいですね。ここの幅は一定のリズムであれば同じ幅です。でもずれていることもあるんです。 R 波と次の R 波の幅がずれていたら正常と違うのでなんかおかしいなとなります。まずは基本的なこの2点を必ず確認することから始めると心電図の勉強は始めやすいですよ。今日お話しした心臓の働き、刺激伝導系、心電図の波形の名称、正常な心電図の代表的な特徴を理解できれば、心電図の勉強はとてもやりやすくなります。皆さん、心電図の勉強は参考書を買うと思うので、参考書を選ぶポイントをお話しますね。まずは本屋さんに行ってみて、実際に手に取って見てみてください。心電図の本はたくさんあります。その中で自分がやりやすそうだなっていう本を一冊買ってみるといいですよ。例えば他の本より図が多いとか、他の本よりたくさん説明があるとか、自分に合った本が一冊見つかるはずです。そしてその一冊を何回も読んでみると心電図に必要な知識がつきます。私も心電図の動画を作っているので、ぜひ見てみてくださいね。10分で理解できる内容にまとめています。あとは病棟でたくさん心電図の波形を見ることが大事ですね。やっぱり全ての波形が参考書通りかというと、そうではないんです。わからないときは先生や先輩看護師に聞くっていうのも勉強になりますよ。皆さんが心電図得意になれるように応援しています。それでは今日の動画は以上となります。この動画が役に立ったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。動画の感想やリクエストもお待ちしておりますよ。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。